学びの向上クイックリポート。今回は平成27年度全国学力学習状況調査調査結果分析を配信します。国語、数学、理科の各科目で1問ずつを取り上げ、課題克服のポイントを解説します。こちらは中学校編です。小学校編も別にありますのでご覧ください。学びの向上クイックリポート、通称学びの QR とは、動画配信サイトを活用して全国学力学習状況調査さいたま市学習状況調査に関わる情報を解説付きで配信するものです。画面にありますような目的で学校やご家庭でご活用ください。これは国語、数学、理科について課題と考えられる設問です。これから各設問についての頑張りポイントを解説します。これを見て苦手を克服しましょう。手紙の書き方では、手紙の最後の部分にあたる後付けの書き方が問われました。みんなは相手の名前をどこに書いたらいいか分かりますか？10秒間で考えてみましょう。答えは2です。意外と1を選択する人が多かったようです。縦書きの手紙の書き方に慣れていない人が多かったようですね。さいたま市の 44.5% の生徒が相手の名前をどこに書いていいのかわからなかったようです。それでは解説です。まずは縦書きの手紙の構成を知りましょう。はじめに来るのは全文です。背景のような統合、また季節の挨拶などを書きます。なるほど。実際にこの形式で手紙を書いてみると覚えられそうですね。次に主文です。ここには手紙の本題を書きます。そして末文、結びの挨拶である結語を書きます。背景で書き出した場合、結びは敬具が一般的なんですね。そして今回問題になっていたのが後付けです。ここには日付、差出人の名前とともに相手の名前を書きます。なるほど。相手の名前は最後に高い位置に書くことで敬意を表すことになるのですね。よし、これで縦書きの手紙もちゃんと書けそうです。次に課題が見られたのが名詞や形容詞などの品詞の問題です。まずは青いと青さの品詞を考えてみましょう。10秒間のうちに選択肢より一つずつ選んでください。青いはいで終わるんだから、答えは3の形容詞ですか？そうです。よくできましたね。しかし埼玉市の約2割の生徒が青いを名詞だと答えました。では青さはどうでしょう？青さは1の名詞かな。正解です。しかし青さが形容動詞だと答えた生徒が約3割もいました。なぜこのような間違いが起きたのでしょう？間違いの原因として用言の活用と実際の表現とが結びついていないことが考えられます。例えば形容詞の場合、かろ、か、く、う、い、い、けれ
と覚えたら、それを実際の表現の中で活用してみることが大切です。高いという形容詞と高さという名詞を使った文で考えてみましょう。3つの例文、印象が少しずつ変わることが分かりますね。なるほど。活用の仕方をただ覚えるのではなく、実際の表現と結びつけて考えられるといいんですね。手紙の書き方も文法も日常生活の中で活用しながら身につけていきましょう。次に数学 A の問題です。長さが A センチメートルの赤いテープを用いて白いテープの長さを求める式を作る問題です。15秒間で挑戦してみましょう。時間です。難しいな。 A かける5分の3で5分の 3A かな。いいえ、 A 割る5分の3で正解は3分の 5A です。割り算ですか。5分の3倍とあるので掛け算だと思いました。さいたま市の生徒の平均正答率は 26.6% と大変低くなっています。私と同じように5分の 3A と答えた人が 50% 以上もいたのですね。では解説していきますね。白いテープの長さを X としてみましょう。そうすると X×5分の3イコール A という式が成り立ちますね。この式から X を求めるとどうなりますか。左辺を X だけにするために両辺を5分の3で割ればよいのですね。だから式はX=A÷5分の3 となります。計算するときは割る5分の3をかける3分の5に直すから答えは3分の 5A になるのですね。その通りです。数学 B の問題です。グラフの1回目と2回目の結果を比較して落とし物の状況が良くなったとは言い切れない理由を説明する問題です。皆さん考えてみましょう。2回目の方が落とし物の平均が減っているから良くなったように思います。表だけ見るとそのようになりますね。グラフも見て考えましょう。時間です。グラフを見て考えてみたのですが、先生、私はグラフのこの階級に着目して考えたのですが、よかったのでしょうか。なるほど、良いところに着目しましたね。どのように考えたのですか。1学級だけ落とし物がとても少ないことを根拠にして理由を説明しました。平均値は分布の中に極端に離れた値があると大きな影響を受けるということを元に考えたのですね。ところでグラフの赤で囲まれたところに着目して回答している人が多かったです。回答例を見てください。
何かが足りないと思いませんか？この回答例には根拠は書かれていますが、その結果成り立つことが書かれていません。花丸になるにはどうしてればいいのですか？どのように書けばよいか皆さんも考えてみましょう。花丸回答はこのようになります。花丸は根拠と成り立つことの両方を書いていますね。そうですね。丸回答は根拠のみ、花丸回答は根拠と成り立つことが書けています。このように書けると良いですね。この問題のさいたま市の生徒の平均正答率は 26.3% でした。他のポイントからも理由を説明することができます。グラフを見て考えてみましょう。最後は理科の問題です。誤りのあるものを見つけて正しく書き直す問題です。3つの資料をもとに考えるのですね。皆さんもチャレンジしてみましょう。時間です。 A が違っていると思うのですが。そうです、 A が間違っています。正答は A を選んで、水蒸気が冷やされて水滴や氷の粒になり雲ができるのように書き直します。水滴は液体、水蒸気は気体の状態の水のことでしたね。さいたま市の生徒の平均正答率は 14.7% と大変低くなっていますね。雲は空気が上昇することによってできます。風の吹く方向、地形、湿度などから考えて説明できるようにすると良いでしょう。以前空気が上昇すると雲ができることを学習しました。空気が上昇すると気体の水蒸気が冷やされて液体の水滴などになるのでしたね。絵の選択肢は水滴が冷やされて水蒸気になるとなっていたから違っているのですね。他にはどんな場面で空気が上昇して雲ができるのか確認しておきましょう。これで学びの向上クイックリポート中学校編を終わりにします。小学校編もぜひご覧ください。学びの QR は今後2回の配信を予定しています。